どうも、都会釣り三昧です。この動画ではね、久しぶりの道具いじりです。今回いじるのはこちらのキススペシャル4号のキススペシャルです。こちらね、まあもう僕の場合はもう結構いじってあるんですけど、一番最初にいじったのはここのロックが弱いということで、僕のは割とね、当たり個体だったのか結構強くて、で僕程度が思い切り振ったぐらいじゃこんなローターが回っちゃうことはなかったんだけど、ひどい人だともうこのまんまもか、あ、今回ったね。このまんまもう勢いよくぐるん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 回っちゃうぐらいローターのロックが弱くて、でそれを僕はね、中の内蹴りあたりっていうパーツにこうね、ちょっと上にね、かさ増しをして、レジンで、こちらのね、UV レジンで、ちょっとね、山を大きくして、当たりを強くして、回りにくくしました。あとはここのアームのね、アームをカチンってやった時に、その内蹴りあたりに当たるレバーがペコンって出てくるんだけど、それをレバーを押し出すバネをちょっと強くして、あの改善をしました。一番最初にね。まあその後、まあこのベールを切ったりとかしたんだけど、今回は、この前のね、オフ会で、その、前回かさ増しした、かさ上げした内蹴りあたりのパーツをね、なんと自作してくださった方がね、オフ会に来てて、こちらです。あ、手のひらに映すとわかんねえかな。こちらのパーツなんですけど、内蹴りあたりっていうね、このボディにちょこんって挟まってるちっちゃなパーツ、まあ買っても数百円かな。数百円のね、パーツなんですけど、こちらをさらに加工して、大きくして、長くして、今この4号のキススペシャルってローターがロックされる位置が、フットに対してこのぐらいちょこんってね、ちょっとね、僕から見て左に飛び出る感じで止まるんですけど、これ台輪とかを見てみると、こちら、1級のトーナメントサーフ。これをカツンってロックするとこまで止めると、だいたいフットのちょっと右、かすかに右に止まる。このアームのカムのボルトがね、フットに対してちょっと右。キススペシャルは、だいぶ、このリールフットに対して左で止まります。で、これを、ちょっと台輪より、結構ね、台輪に近づけて作ったらしいんで、台輪と同じぐらいに止まるのかな。ここで止まるやつを、わかる？これね。これ今動いてる、この、ローターの、アームの止まる位置が、今純正はここ。これが、ここで止まるようにして、なおかつ、ここのローターのロックがね、ローターのロックがさらにね、きつくなるっていうパーツをオフ会の時にいただいたので、これをね、こちらに付け替えていこうかなと思います。このパーツね、結構じゃないな。あと3つ4ついただいてるので、最後にね、欲しい人にお配りできるように、抽選会じゃないけど、欲しい方がいたら、お譲りしようかなと思います。こちらね、こんなに精巧に作られたパーツだけど、ね、ただでいただいてるので、まあもちろん無償で欲しい方に、何人かいたら、抽選になりますけどね。動画の最後にどうやって抽選するか、今これ撮影しながら考えてないので、まあ最後にちょっと考えようかなと思います。まあとりあえずね、つけてみたいと思います。こちらを、パーツを。パーツナンバーを調べた方がいいか、先に。パーツナンバーって何番だったかな？
説明書で見るとパーツナンバーは115、多分115番だ。うん、115。これ写していいんか知らんけどね。ここね。あ、ピントが合わんか。115番の内蹴りあたりというパーツです。これを交換する。これを交換するときはね、右ハンドルにしておいた方が良いらしいです。あ、ちょっと待って。とりあえずビール飲もう。こちら、一番絞りの柔らか仕立て。別に、提供はいただいてませんが。新しく出てたので。もう何回か飲んでるんですけどね。こちらで。はい。それでは、乾杯。何もしてないけど、お疲れ様でも何でもねえな。これからやるので。って言ってもね、今ね、夜中です。夜中の12時です。平日です。乾杯。ああ。柔らかっていうよりは爽やかかな。うん、ちょっと爽やか。好みはあるかもしれないけど、僕は割と好きかな。うん。爽やかな感じ。味の濃さ的な感じは結構ね、濃いですけどね。でもなんかちょっと爽やかな感じ。それじゃあ、こっちに移りますか。とりあえずね、そんなにね、難しいことはしません。順番にばらして、ローターを外して、ケースをパカって外して、これをつけるだけです。これ今ね、本当はね、これ食事台なんだよね。食事台だから、作業台じゃないんだけどね。作業台は僕の目の前にあります、本当は。そっち側にね、作業台があるんですけど、カメラの三脚をセッティングし直すのめんどくさくて。夜中に。夜中って言っても今12時15分。火曜日です。明日も普通に仕事ですが、ちょっとふとね、ふっと時間ができたので、今日やっちゃおうかなと思って。とりあえず、ローターを外す。どうやって外すんだっけ？もう順番全然覚えてないや。僕、工具箱とか整頓できないからさ、もう全部こんな感じでね、ガチャガチャ入ってます。なんかもう僕、整理整頓っていうのができないらしくてね。なんかもう全部まとめて入ってる。で、毎回こっから探すっていう。すごく非効率なことをしてるんだけど。でもね、なんかね、できないんだよね、整頓。たまにふと整頓してみようかなと思って整頓するんだけど。できない。ここのローターのロックは逆ネジね。若干砂溜まってんな。掃除したいな、ついでに。こういうのね。こうやってバラしちゃうとね、砂噛んだりしてね、シャリシャリしだすんだよ。で、これを開けるときは、マグシールドとは違うんだけど、ローターのクラッチをちゃんとね、繋げた状態で、ハンドルを反対向きにちょっとテンションかけながら、外してあげると、クラッチリングがね、外れたりしないはず。まあこれそもそも磁石がついてないから関係ないけどね。見えました。こちらね、この白いやつ。ここの。これ今ね、ここにレジンを持ってかさ上げしてあります。取れてないね。ちゃんとくっついてるね。ちゃんと足付けして脱脂してからつけてあるので、ちゃんと残ってますが。これを
このパーツに入れ替えるというだけです。今回の作業は、マイナスドライバーだけでいけるんかな。マイナスドライバーだけでいけそうだけどね。これドライバーも100均です。モンキーだけいるわな。これ何ミリのナットか知らんけど、何ミリのナットだろう。何よ、わかんない別にハウツーでやってるつもりはないので、やってみますというだけで。んで、ああ、先に、テールキャップ。これさ、もうマイナスやめてほしいよね。マイナスちょっと滑っただけでケースに当たるからさ、マイナスじゃなくても素直にプラスにするか、せめて六角にしてほしい。キススペシャルはいつもマイナスなんだ。とりあえず僕が持ってるやつは。2台しか持ってないけど。マイナスは嫌だ。とりあえず見えるマイナスを外していく。ニジロック材がついてるね。ケースをばらすのはこのリールは僕初めてですね。でもね、完全に分解しなくてもね、交換できるらしい。ちょっと浮かすだけでね、いけるよって。ボルトの長さは多分一緒だと思うけど。ハンドルは右ハンドルにしてた方がドライブギアがね、浮かないで、中のドライブギアがね、浮かないので、右ハンドルの方がいいらしいです。ケースの左側だけ、これ3分割だね。真ん中と左右のボディに分かれてるから、左のケースだけが浮けばいいから、多分。知らんよ。僕も今、行き当たりばったりでやってるので、知りませんが。これで浮く？あ、これでもう浮くわ。これで浮いた。はい、浮きました。ついでにメンテナンスしたい感じだけど。あ、取れたわ。で、このパーツ。これね、この白いパーツ。こちらです。この、ちっちゃなパーツ。これを、これに、差し替えて。いや、ついでにメンテナンスしたいとこだが、ついでにちょっとグリスさしたいな、これ。せっかくバラしたから。こういうね、準備もしないで余計なことやってるとやらかすんだよ。ついでにちょっとグリスを刺そう。これはシマノのね、純正のグリスです。ドライブとピニオンの間に、ちょっとドライブが逆向いてるからね、ドライブに打てないから、ピニオンに。米粒を3つ4つ。あとこれはスーパースローになってるので、ギアがちょっと多いんですよね。そのギアにもちょろんと打って。で、あとこのウォームギアね。
ウォームギアも結構ね、グリスが切れてくるとガリガリ言うので、適度に入れてやって、んで、戻そう。はい。で、あとは外した、ね、ボルトをね、戻すだけ。だから左側のケースだけが外れればいいので、ここのリールをこう見た時の左側の下側1本、あとは外側の3本と、3本止めたら、ケースのね、ボルト3本止めたら、あとはリアキャップのボルト。下っ側ね。だからボルトは1、2、3、4、5本。たった5本だ。交換自体は簡単にできますね。あくまで自己責任ですけどね、これ。よし。んで、ローターを戻して、ローターのナットを止めて、これまだちょっと補足がね、後半にあるので、本気でやりたい方はちょっと待ってください。で、最後に、このね、なんていうのこれ、糸落ち防止カラーの役目をしているものかな。ローターツバ。あまりかっこいい名前じゃなかった。ローターツバ。これのボルトがね、止めにくいね。ボルトもステンレスでネジが磁石は効かないので、まあボルトの頭をドライバーの頭に止めて上下逆さまで止める。よし。んで、スペーサー類を戻して、ついでにちょっとグリスアップできたね。これ中開けてグリスアップしたのは初めてだ、このリール。んで、スプールをつけて、よし、完成。とりあえずグリスをなじまさせて、よし。んで、ローターのロック位置がカツンと、ほらだいぶ右に来た。ああいいね。絶対邪魔にならない。これね、
左利きの人がこう使ってて、手離した時に、最初のね、ここの位置、そこの位置に行かねえわ、もう。最初の位置だと、手離す時に、ここのね、これがこの辺にあったわけじゃん。この辺にあって、映らないか。この辺にあって、左利きの人が手を離す時に、ここを押しちゃうんだって、こうやって。で、それでクリンって回っちゃうと。だけど、ここになればさ、左手避けるから、多少当たるのかな？どうなんだろう？僕右利きだから関係ないんだけど。このね、ローターのロック位置がかなり、自分に対して右にずれたので。普通に使ってても、だいぶ右側にあるよね。めちゃくちゃ左にあったからね、これ。この辺でロックされてたので、若干邪魔だよね。まあ、僕はあまり邪魔に思ったことはないけど。ローターのね、ロック位置が。これは16。これは19。16の方がさらに右にあるね。まあ、かなり。ローターのロック位置がね、フットに対して右側にずれました。まあ、それはあくまでついでなんだけど、めっちゃ硬くなったわ。全然回らない。もう相当思いっきりやらないと、これはね、回らんわ。F さん。これ名前言っていいか知らないわ。そこの許可取ってねえや。名前を言っていいのか分かんないけど、F さん。めちゃくちゃ硬くなった。超止まる。で、ちょっとね、補足なんですけど、この中身のね、今変えたパーツの強度はね、まだちょっとね、未知数なところがあるので、ひょっとしたら崩壊する可能性があるので、古いこちらのね、外した純正パーツは、まあ、買っても数百円だけど、確か。まあ、最悪なくなったら買えるんですけど、これは取っとくこと。とりあえずね、捨てずに。ひょっとしたら崩壊するかもしれないのでね、中身が。あと、このアームの、さっき言ってたこのアームの中をね、ローターをね、押し出すバネが中に入ってるんですけど、そのバネが、メーカーに送り返すと、ちょっと強いバネに変わってくるらしくて、で、そうなってる方は何もしなくて OK。で、一回もメーカーに出してない方は、こんなちっちゃな芋ネジ、サイズなんですけど、芋ネジのね、長さがね、3.05 ミリ。直径がね、2.85 ミリ。の芋ネジ。これ企画があるはずなんだよな。ちょっと企画まではわかんないや。この芋ネジって言って渡されただけなので。このちっちゃな芋ネジを、中のね、このローターの、この、ここのケースを開けるとね、バネが入ってるんですけど、バネビンって飛ぶから、マジで気をつけて開けなきゃいけないんだけど、そのバネのところのね、底上げでね、これを一発入れてあげると、ここのね、ローターのアームをカチンってやった時の、下に飛び出るね、内蹴りあたりにカツンって当たるアームを押し出すバネを強くできるので、このパーツを、このローターを分解して入れてあげるとかなり強くロックができるようになるらしいです。だけどこれ今この感じだと結構もうこれで、このパーツをね、一発中に入れてあげるだけで結構硬くなりそうな気がするけど、どうなんだろうな。まあ必要に応じてって感じかな。メーカーに一回出してる人がさらにこの芋ネジを入れちゃうとめちゃくちゃ強くなっちゃうから、これ入れないでねっていうことです。あと、これを真似する場合は、あくまで自己責任で。って感じで。お願いします。いや、これなんかいいな。
ああ、僕これベールレスしちゃってるけどね、止めた後も右手でカチンって、これね、すごい中途半端のところで止まられるとね、めんどくさいんだ。前まではね、このアームがフットの上にね、ちょうどフットと重なる場所に止まってて、これね、ベールレス化してるから、このアームをね、押して上げてあげなきゃいけなかったんだけど、今ね、だいぶ外側に出てくれたから、ここで僕こう投げた後に左手でね、着水と同時にラインを止めるんだけど、その後ね、ここで右手でカツンって簡単に戻せるからね、糸引っ掛けやすいよね。いいんじゃないかな、めっちゃ使いやすくなるかもしれない。とりあえずロックはね、硬くなりました。かなり硬くなった。ちなみにこれがカチンって回るのは正常です。中のバネがね、中のこのローターに内蹴りあたりにレバーが当たってるだけで、バネで押さえてるだけだからね、強く当たればね、バネが返るので、これが回ってしまうのは正常だけど、かなり強くなったんでね、ここのハンドルノブを交換して、重たいね、でっかいアルミノブとかに変えてると余計ローターがね、回っちゃいやすいんだけど、これだったら案外大丈夫じゃないかな。ハンドル位置にもよるけどね、ハンドル位置が後ろにあるときは大丈夫だけど、ハンドル位置が前にあるときに止まってると、投げた瞬間ここハンドルノブ変えてると、重みでハンドルノブが前に行ってローターが回るっていう。まあいいや、最近その話もあんまり聞かなくなりましたが、はい、ということでね、今回はこちらのね、内蹴りあたりをね、自作のカスタムパーツに交換する動画でした。で、このパーツなんですけどね、今その F さん、 Facebook をやってる方でつながりがある人だったら知ってるかな。こちらのパーツをね、3つ、1個はもう欲しいって方がね、もともといたので、その方にお渡しして、あと残り3つあります。この芋ネジも1個だけあるんだけどね、芋ネジは1個だけこれ袋に入れとこうか。これね、欲しい方、どうしよう、何がいい？ X、旧 Twitter、または Instagram、まあ Facebook でもいいんですけど、DM ください。そうしよう。もう DM くれた方の中から、3名様に、無償で、まあ僕送料をお支払いするので、僕がね、こちら、お渡しします。まあ、これが欲しい人はね、各 SNS で、パーツ欲しいよとか、何でもいいです。キススペのパーツ欲しいな、みたいな感じで、一言で、ね、DM くれれば、それだけでね、応募したことにしようかなと思います。ちょっと返信はできないかもしれないんですけど、とりあえず、その DM 一通だけ送っといてください。くれた中からね、抽選させていただこうかなと思います。はい。ということでね、今回はね、こちら、キススペシャル4号のカスタムでした。めっちゃ喋った。超喉乾いた。口がカラッカラ。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。